はい、皆さんこんにちは。それではですね、今日は行政書士試験のガイダンスということで、今日は合格法というね、メリハリのつけ方、どの科目を重点的にやるべきかみたいな話を、していこうと思います。担当はアガルト専任講師の豊村啓太です。よろしくお願いします。さて、早速スライドに入っていきたいんですけれども、今日はね、こちらに書いてあるように、合格法というのをね、確認していくことにしましょう。では、早速、スライド入りましょう。この部分なんですが、これはこの前、行政書士試験のね、ガイダンス、一つ前のガイダンスで、これお話しした内容なんですね。で、どうなってるかっていうと、まず、法令科目があるよと、それから一般知識があるよと、いうことですね。で、全部で3時間の試験で60題の問題を解いていただきますよ、ということになります。そして、法令の方が 50%。法令の方が 50%。そして、一般知識の方が 40% っていうところで、足切りラインというかね、基準点があるんですよって言いました。で、トータルで、この足切り両方とも突破して、トータルで 60% 以上、つまり300点満点で、180点以上取った場合には合格なんですよという話はしましたよね。試験情報というガイダンスのところでお話ししたかと思います。で、科目はこんなものがあります。ということですね。じゃあ、早速ですね、ウェイトを見ていきましょうか。次のページです。行政書士試験で、攻める科目ということなんですが、実は行政書士試験、特にまず法令の方ですね、見ていただくとわかるんですが、行政法と民法っていう、これが二本柱です。だから皆さん、行政書士試験今から勉強するぞっていう人は、行政法と民法に学習時間はかなり割かれると思います。今までの合格者もそうです。行政法と民法にかなりウエイトを置いて勉強するというのが王道の合格法ということになります。行政書士試験に関しては。で、300点満点って言ったじゃないですか。で、300点満点のうち、行政法と民法で2科目合わせて188点分あるんですね。2科目合わせて。188点あるんですよ。だからここをしっかり得意科目にしていくってこと、苦手意識を持たないっていうのが合格への近道だということをまず確認してください。法令等に関しては、行政法と民法にウェイトを置いて勉強するということですね。よろしいですかね。はい。そしてね、後からこれ個別の科目ごとのガイダンスでもお話しするんですけれども、どうしてもね、行政書士試験の受験生、基本的に社会人の方が多いと思うんですけれども、どうしても手が回りづらい科目っていうのがどれなのかっていうと、これです。商法っていう科目です。商法会社法なんですけどね。商法会社法っていう科目は、どうしても手が回りにくいので、もしこれから勉強していくプロセスで、うわぁ、自分は商法会社法間に合ってないなとか、なんか勉強時間商法会社法取れないなって思うことがもしあったとしたら、それは今までの合格者もそうだったんだって、ちゃんと思ってください。安心してください。やっぱり合格者の多くはもうとにかく行政法と民法にものすごく力を注ぎます。特に行政法はめちゃめちゃ得意科目に皆さんされていきます。で、それを得点源にして合格を勝ち取っていくということになりますので、何しろ法令科目に関しては行政法と民法っていうのを徹底していくんだということは頭に入れておいてください。いいですか？はい。じゃあ次のページです。じゃあ、このね、行政書士試験で守る科目ってことは、手がもしかしたら回りづらいかもしれないけれども、ね、でも守りましょうと、最低限守りましょうっていうのは何なのかっていうと、やっぱり割と多くの皆さん苦手意識強いのは、こちら。一般知識ですよね。失礼しました。一般知識。この一般知識はですね、どのような問題が出てくるかと言いますと、政治経済社会、まず一つ目の柱。で、情報通信、個人情報保護、文章理解ということになります。で、政治経済社会っていうのは、具体的にはね、例えば、選挙制度とかね、あるいは日銀の役割とか、あるいは国連の役割だったりとか、社会保障問題だったりとか、少子化、少子高齢化問題とか、そういったところから出てきます。イメージとしてはですね、この政治経済社会は、イメージとしては、大学受験あるじゃないですか。大学受験の、センター試験とかの政治経済とか現代社会ってありますよね。ありますよね。あれでよく聞かれるじゃないですか、そういったことが。それに近い勉強だというふうに思ってください。だから、意外とこの行政書士試験を始める段階で、得意な人と苦手な人ってどうしても最初から分かれちゃうんですよね。結構そういうの好きな人いるじゃないですか。日銀の役割だったりとか、国連の役割だったりとか、各国の政治制度、アメリカはどういう制度ですか、大統領制でどうなってますかとか、イギリスは議員内閣制でどうなってますかみたいなあるじゃないですか。ああいったもの得意な人とか好きな人いますよね。で、そういった人は割と違和感なく入っていけるんですよ。
ただ、今まであんまりそういう勉強してないよとか、あんまり好きじゃないんだよなっていう人は、ちょっと、やっぱり、1年ぐらい試験までの期間あると思うので、コツコツでいいんで、ほんと少しずつでもいいんで、ちょっとずつ知識を増やしていくような感じで勉強してもらうといいかなというふうに思います。いいですかね。はい。で、情報通信って何なのかっていうとね、パソコン用語、IT 用語みたいなやつが問われることが あります。多いです。例えば、ファイアウォールとかね。まあそのパソコンとか IT 用語の、こういう、この用語はこれで合ってますかっていう定義問題みたいな、っていうのが聞かれたりします。で、個人情報保護っていうのは、まあまさに文字通り個人情報保護法なんですよ。法律なんです、これ。だから、これちょっと不思議なんですけど、ここのね、個人情報保護のところっていうのは、一般知識の中に入ってんだけど、これ法律なんですよ、基本的に。個人情報保護法とか、行政機関個人情報保護法とかっていうのが聞かれてきます。で、ラスト、この文章理解なんですが、これはまさに、大学入試とか高校入試とかでいうところの、まあ、現代文っていうんですか。文章を読んで、空欄が空いてるからそこに何入れますかとか、あるいは短い文章が何個か並んでいてね。まあ、ちょっと長めの文章の時もあるんだけど、文章が4個5個並んでいて、並べ替えてください。この文章を正しい順番に並べ替えてください。というような問題が出題されます。いいですかね。はい。で、ここのところね、この前のガイダンスでもお話ししたと思うんですけれども、足切りがどうしてもあるんですよ。どうしてもこれ絶対この14問出題されるっていうのはいいんだけど、このうち最低6問取らないと足切りにかかっちゃうんですよ。これ言いましたよね、この前ね。だから、この6問は必ず死守すると。で、ちなみに1問4点なので、1問4点なんですね。6問だとちょっとなんか怖いじゃないですか。だから、この28点以上を狙うって書いてあって、この28点っていうのは、1問4点だったら何問ですか ?7 問ですよね。とりあえず7問から8問。大体ね、合格者の人も、まあ、8問とか7問とか8問の人多いですよ。多いです。だからとにかく一般知識は、皆さん頭の中にまずね、足切りだけは絶対かからないぞと。それは回避しなきゃいけないというのを常に頭に置いて、学習されるといいのかなというふうに思います。いいですかね。はい。じゃあ次のページ行きましょうか。でね、効果的な学習法なんですけれども、まあこれは別に行政書試験に限ったことじゃないんですけれども、まずは例えばこのアガルートの講義とかで知識をインプットしましょう。まずは知識をインプットするということですね。インプットって知識を入れるってことです。講義なんかを聞いて知識を入れていきます。ただ、試験の問題を解かなきゃいけないでしょ？試験の問題を解かなきゃいけないから、ちゃんとそのインプットした知識をすぐに問題で解いてください。で、知識を定着させてください。これをやらないとね、本読んでるだけだと知識抜けちゃいますからね。問題をしっかりやりましょう。例えばそこに上がってるように、単答過去問、過去問ね、過去問だったりとか、あるいは例えばプラスアルファで、なんかの問題集ね。問題集なんかで演習をしていってくださいということになります。で、この時にね、学習法としてね、ここで知識入れるじゃないですか。で、知識を入れたら、それを問題演習する、アウトプットするっていう順番ありますよね。そしたら今度はね、例えばこういうことあると思うんですよ。問題集には知識として載ってるんだけど、インプットのテキストには載ってない知識だったりとか、講師が、ここのところはあんまり話してなかったよな、でも問題集では問われたなっていうのがあるじゃないですか。ありますよね。そういうのはちゃんとテキストに書き込むなり、ページを書いとくなりして、リンクを貼ってください。だから、インプットしてアウトプットする。で、アウトプットしながらもインプットするみたいなイメージ。例えば、問題集でもテキストでもどっちでも構わないんで、問題集のところに、これはテキストだったら何ページだよとか、あるいはテキストの方にね、問題集にしか載ってない知識があるんだったら、問題集の何番の選択肢の4番の知識っていうのは載ってないから注意ねっていうふうに書き込んでおくとかね。そういうふうにして、テキストに情報を一元化する。問題集に情報を一元化するっていう感じで、インプットしたらアウトプット。そしてアウトプットを活かしながらインプットもするって、矢印が両方に向かう感じで勉強されるといいんじゃないかなと思います。いいですかね。で、これね、記述式っていうのが行政書士試験ではあるわけですよね。記述式っていうのがあるんですけれども、これは問われる知識というのは、択一。五種択一ね。五種択一の問題の知識から問われてきます。だから、五種択一式の知識が、量として、このぐらいあるとするじゃないですか。このぐらい五種択一式の知識があるとするじゃないですか。その中から、記述っていうのは知識として問われます。この斜線引いた部分が記述の知識だと思ってください。だから、勉強の順番は、まず必ず五種択一式の知識をがっちり掴んでください。そして、時期が来たら、記述式のトレーニングもしていくというふうに考えてください。
まあ、ここには夏頃からって書いてあるんですけれども、夏頃からって書いてあるけれども、まあ、人によっては別にゴールデンウィークから始めてもいいし、4月、ちょうど、学期が変わるね、4月のところから始めても構わないし、夏頃から始めてもいいです。全然問題ないです。いいですか？だからまあ、同時並行で択一式と記述式をやるというよりは、まず択一式の知識をがっちり掴んで、そして、その知識を活かして記述に入っていくという感じにしてください。よろしいですか？で、最後は、秋口ぐらい。まあ、夏ぐらいからかな、行政書試験の場合は。夏ぐらいから、模試が始まります。模試が始まりますので、実践的なトレーニングを積んでいかれるといいのかなと思います。で、この模試に関してなんですけれども、一つおすすめなのはね、例えばこのアガルトアカデミーで模擬試験とかありますよね。ありますよね。うん。プラスね、プラス、何個か何回かね、他の資格スクール、他の資格スクールの模擬試験も、全国模試も、受けてみられるといいかなと思います。というのも、各予備校で、その問題のなんか癖みたいなのがあったりするんですよ。癖みたいなのがね。だから、いろんな予備校の模擬試験、そんないっぱい受けてもしょうがないですからね。そんないっぱいわーってな、十何回受ける人も実は合格者の中にはいるんだけど、十何回っていうのはさすがにちょっと多いかなと思うので、まあ全部トータルで、まあ5回から8回ぐらいっていう感じで思っておけばいいと思うんですけれども、一つの資格スクール、予備校だけじゃなくて、まあ何個かのところをね、チョイスして受けられるといいかなと思います。最後、模試を使って実践的なトレーニングをしてみてください。いいですかね。はい。そういう感じで勉強されればいいかなと思います。じゃあ最後に学習の順序というのをお話しておきます。まあこれは絶対的にこうしてくださいっていうんじゃなくて、一つおすすめのやり方ですね。一つおすすめのやり方をおすすめ、お話しておきます。次のページね。これ最後のページですかね。そうですね。はい。どういう順番でやっていくのがいいかなと思うんですけれども、個人的にはね、最初にね、民法をやるのがいいんじゃないかなと思うんですね。民法。で、民法っていうのは、例えば、ファミリーマートでジュースを買いましたとかね、売買契約なんて言いますけど、あとちょっとなんかマンションを借りようかな、賃貸借契約なんて言います。で、そういった風な、結構ね、事案がとっつきやすいんですよ。事案がとっつきやすいんですよ。なので、勉強のスタートとしては、やりやすいんじゃないかなと。それからもう、あとね、2点あるんですけど、一つはね、民法ってめちゃくちゃボリュームがあるんですよ。すごいボリュームあるんですよ。なので、早めに全体を回して何度もぐる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 回した方が効果が高いんですね。学習効果が高いんですよ。ですので、ボリュームがあって全体像をつかむのが結構大変な科目なので、最初にやった方がいいんじゃないかなと。とっつきやすいのももちろんあるんだけど、その意味で、ボリュームが多いので、一番最初にやった方がいいなというふうに考えています。そして、民法で学んだ、例えば時効の知識とかね、まあ、時効なんてのを勉強するんですけど、今は全然わかんなくていいですよ。その知識なんかは、行政法でも出てきたりする知識だったりするんですね。ですので、民法を先にやるというのはかなりおすすめかなというふうに考えています。で、次に何をやるべきかっていうと、次はやっぱり行政書士試験で、とにかく配点がめちゃめちゃ多い。だってもう配点が多いのは明らかじゃないですか。112点分ありますから。配点が多い、やっぱり行政法をやってみましょうということになります。で、民法はものすごくしっかり理解していく。そして問題演習っていうふうにやってもらえばいいんですけど、行政法はね、もちろん理解も大事なんですけど、結構ね、暗記？結構暗記したら点数取れるっていう科目なんですよ。だから、暗記したら点数取れるってことは、1回目の合格者が結構行政書士試験っているんですね。初めて法律勉強したっていう人で、1回で合格していく人が多いっていうのは、その暗記すれば点数伸びていく行政法っていうのがあるので、これがやっぱり中心科目に入ってるっていうのが大きい理由じゃないかなと思ってます。いいですかね。この順番、とりあえずこの2つをまず、やっとこうぜっていうのは意味わかりますよね。配点もでかいし、内容もまあ、ボリュームありますので、民法と行政法を先にやりましょうと。で、あとはまあ、順番、この後の順番はまあ、もう好き好きというか、皆さんが好みでいいと思うんだけど、憲法、基礎法学。まあ、憲法と基礎法学は一緒にやったりもするのかな。この辺はこう一緒に勉強してる人も多いかと思います。まとめてね。で、商法、一般知識ということになります。で、何度も言いますけど、ここはとにかくまず足切りは絶対かかんないよね。一般知識は足切りにはかかんないように気をつけてくださいよ。それから、これもさっきお話ししたんだけど、商法会社法っていうのは、どうしてもね、行政書士試験の場合は、後手後手に回っちゃいます。だから、ある時が来て、いやー、ほんと勉強できてないな、商法会社法やばいなって思う人がいたとしたら、まあ、こういう資格スクールってね、こういうの使ってもらって、効率的に勉強するっていうのがいいし、多くの合格者もね、商法会社法は正直あんまり手が回って、逆にね、僕ももう十何年以上この行政書士試験講師やってるけど、逆にね、行政書士専業で勉強してて、いやー、商法会社法バッチリですよとかね、商法会社法完全に制覇しましたよっていう人はほとんどいませんでしたから、皆さん、極端に言うとね、ものすごく極端に言うと、すいません、商法会社法、
捨てていいですかとかね、そういう感じの科目なんですよ、この行政書士試験における商法会社法っていうのは。だから、商法会社法はね、まあそのぐらいの位置づけですので、あんまり神経質になる必要はないのかな。もちろん、最初から全部捨てるっていうのはあんまりよろしくないと思いますけども、そんなに神経質にならなくていいと思います。とにかく皆さん、やっぱり、くどいようだけど、行政書士試験においては、何しろ、これね、民法行政法、これにものすごく時間かけてください。それからもう一つ気をつけなきゃいけないのが、これの足切りを突破すると。ということですね。まあ、この辺を気をつけてもらえればね、学習の効率的な進め方というのは実現できるんじゃないかなというふうに思ってます。あとはさっきも言いましたけど、問題演習とインプットね、インプットとアウトプットでこう相互にリンクさせる感じ、情報を一元化していくような感じの作業っていうのは、学習の最初の段階からしっかりやっておかれるといいのかなというふうに思ってます。いいでしょうかね。はい。それでは、ですね、ガイダンスに関しては、今日のガイダンスはこのぐらいにしたいと思います。行政書士試験の合格法のガイダンスですね。担当はアガルト専任講師の豊村啓太でした。どうもお疲れ様でした。